石破総理大臣は今日石川県の能登半島を訪れ、先月の大雨や1月の地震による被災現場を視察しました。石破総理はまず先月の大雨で複数の住宅が流された輪島市の被災現場を訪れ、犠牲者に黙祷を捧げた上で大雨当時の状況や被害について説明を受けました。石破総理はその後、1月の地震に伴う火災で焼けた朝市を訪れたほか、避難所では被災者の訴えに耳を傾けました。助けてくださいませ、お願いします。本当です。国もちゃんと分かってくれとるねっていうのをね、実感してもらわんといけんと思っとるですよ。本当に立ち上がれる。よし立ち上がろうっちゅう気になってもらうようにやりますので、ぜひまあ言うてください。何でも、はい、石破総理は被災者を前に、心が折れそうになっている時にできるだけいい環境を作るのは政府の仕事だと述べ、生活環境の改善や復旧復興に全力を挙げる意向を強調しました。一方、立憲民主党の野田代表も輪島市で大雨による被害の現場を視察しました。